16大国の一つであるアッサカ国アッサカ国またはアシュマカ国は古代のインドに存在した国。初期仏教の聖典、造史文の中で南道16大国の一つとして記載されている。首都名はポタナ、ポダナ、ポタリ等とカナテン社の対応は様々である。アッサカ国はゴーダーバリ川の川西、ゴーダーバリ川とマンジラ川の間に位置し、 現在のインド共和国の行政区分で、テランガーナ州のニザーマーバード県、アーンドラプラデーシュ州のアディラーバード県、ナーンデッド県、ヤバートマル県とマハーラーシュトラ州東部の一部に相当する地域にあった。南道16大国の中では唯一、ビンディア山脈の南にあった。首都のポタナは、現ニザーマーバード県ボダンにあたる。テルグゴ地名のバダンには元になった。 プラークリット名があり、そのプラークリット名は、貧者に施しとして与えられた土地を意味する、サンスクリットのブフドン、から派生している。パーリ語経典の大天尊業によれば、アッサカ国の支配者は、ポタナを支配していた、ブラフマだっただったと言われている。松屋プラーナ272章によると、マガダ国のシシュナーガ王の時代と、同時代には、 アスマカには25人の統治者がいたと記録されている。カリンガ国やカーシー国と隣接しており、カーシー国が強制を誇った時代には、その従属国であった。しかしカーシー国の減退に伴って、勢力を拡張し、一時カリンガ地方を支配した。最終的には、マガダ国によって征服された。その後、ラーシュトラクータアサの領域にまで南方に人々は、 移住していった。アシュマカは仏教の書物やハラオのガシャサプターシャチではアッサカもしくはアスバカスと記されている。アシュマカの語はサンスクリット語で岩石や宝石を意味するアスマカに由来している。実際にこの地方には何千もの丘陵や岩石地帯があり、それゆえにアシュマカと呼ばれるようになった。一千万年から二千万年前にはこの地方に 流星物質が落下したという説がある。グプタチョウ後期、5から6世紀の天文学者、数学者、アーリアバタは、古代の注釈者バースから愛の言及に基づいて、アシュマカ国の出身であると推定されている。ありがとうございます。